セイシェル箱横首亀は、波中高亀目、横首亀か箱横首亀属に分類される亀。セイシェル固有種種小名、セイチェレンシスは、セイシェルさんのノイで、和名や英名と同義。最大高長16.5センチメートル。背高はやや扁平で、上から見ると、第7円間板周辺で最も幅広い。第2から4。 C パ板にはあまり発達しない筋状の盛り上がりがあり、第2から3、C パ板は平坦。後部縁パ板の外縁は尖らない。廃坑の色彩は黒い。復興は、復興版と股パ板の継ぎ目で復興が、わずかにくびれる。真のンパ板はやや小型で、細長く、横幅は左右の復興版と股パ板のシームの長さの0.25倍以下。調子外は、 第五円甲板中央部に接する。復興の色彩は黒く、シーム周辺の一部が単鉱色の個体もいる。頭部はやや大型。上顎の先端は針状に弱く尖る。下顎には小さいヒげ状突起が2本ある。全身全部には8から10枚ずつ大型鱗が並ぶ。頭部の色彩は暗褐色で黄色や赤の細かい虫食い状の反紋が入る。頸部や四肢。 尾の色彩は、高褐色。族内では、栗色箱横首メに近縁だと考えられ、アッシュとされたこともある。DNA の解析から本種が栗色箱横首メ、だったとする論文が、プローズ1に発表された。人為的に移入された答えが記載されたか、模式産地が誤っていたと指摘されている。地消、湿原などに生息していた。植生は雑食だと考えられている。 開発による生息地の破壊により生息数が激減した。1895年に3匹が採集されたのみで絶滅したと考えられている。1994年に再発見されたとされる個体はキバラ箱横首ヨコクビガメだったとされる。ありがとうございます。